父上、おはようございます。王子よ、おはよう。今日の予定は？まず閲兵式に参加します。そうか、行け。女として過ごす時間は終わった。はい。大臣には気を許すな。大臣あんなボンクラ。母上、よろしければ明日の朝またでは。なんと優しい子だろう。あなたは今日一日穏やかに過ごすがよい。さあ、大臣、大臣閣下、どこですか？ナイロン、ここだ。その手は？音楽に合わせてみた。何を話したか聞き取れたか？いいえ、ダメでした。大臣、大丈夫ですか？ここは王様専用の庭なのに。秘密を知るためならどんな危険も犯す。お前に最新兵器を見せてやろう。最新兵器？その鳥は？オウムと呼ばれている。人の言葉を真似る鳥だ。召使いを抱き込んで仕掛けさせた。大臣、へえ。声を立てるな。知りたいのは王たちの会話だ。ソラ、言え。花言葉の意味は。歌は飛ばせ。女だから、女だから。女？誰が女だって？もしかしたらサファイアが。殺す。殺す？なんだかゾクゾクしてきました。大きな声を出すな。さあ、それで？それから？大臣、ボンクラ。私に向かってボンクラとはなんだ。笑ってる場合か。サファイア王子の生まれには何か秘密がある。それさえ暴けば私の息子が王になるのだ。はっ。息子は？先ほどまで近くにおられたのですが。あまりうろうろされると。はい、ここです。何を食べてる？カレー。カレー？この時代に？そんなものどうした？あそこのレストランでくれた。宣伝しといてって。バカ者、もっと自覚を持て。お前はこの国の王になるのだ。バカって言った。行くぞ、次の機会を待つ。はっ。バカって言った。でも僕はバカじゃない。記憶力だってものすごくいいんだ。値段表だって一目見ただけでみんな覚えちゃった。カレー、
イエイイエイイエイ、楽しい。どっちごとになれば着飾って歩く、揺れる腰綺麗で羨ましい。女の子になれたなら。